はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第36弾をお送りします。で、今映ってる問題、今回ね、やっていきますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではちょっとね、画面下げますのでお待ちください。動きますよ。もうちょいか。よし、じゃあ行きますか。では関数ね、いつも通り、まあ、左上の問題文の情報をこっちの図に移していきます。問題文確認して、図確認してっていうのが時間のロスになるので、ここだけで全部考えられるように持ってくる。で、まず関数が y イコール x2 乗なので、こうですね。ペンを間違えましたね。ちょっと待って。こっちか。で、2点 AB は x 大なり0。これ大なり0ね。まあ、x が正の部分にあると。まあ、書いてあるけどね。で、これどういうことかっていうと、AB はこっち側に来ないよっていう。x が負のとこには来ないよっていう話なので、まあ、図に関しても意識しなきゃいけないところはあるんですが、どういうところで考えるか、まあ、意識するかっていうと、1番で2点 AB の座標を求めますよね。例えば、A の座標を求めていったときに、x が、わかんないけどね、マイナス3と5って2個答えが出てきたと。計算してったら。そしたら、今、A も B もそうですけど、x は正、x 座標は正と言われてるので、こっちの答えは使えないんですよ。負だから。だから、あ、x5 なんだ、みたいな。こういうところで意識します。いいかな。定義域とかも x の範囲がね、指定された場合はね。で、それぞれの y 座標が1と16。だから、a の y 座標は1なのね。で、b の y 座標は16って、こういう風に書き込んでいきます。で、この、図はあんまごちゃごちゃしてないんでいいんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてる図とかだったら、自分はね、シャーペンで、こここういう風にぐるぐるって書いておきます。出てないよって、そこは後で求めないとまずいんじゃないみたいな、自分で気づけるように。まあ、それは自由にしてください。よく俺は、これはやりますけどね、俺はね。で、また点 P、こいつですね。こいつは Y 軸上の、Y が1から16の部分にありますと。だから、こいつの Y、P の Y は1から16にあると。つまり、まあ Y を計算していったときに、Y が例えば0とかって出てきた場合は、この範囲に入ってないから答えとして使えないよ、みたいな。こういうとこを意識していってください。ではまずね、2点 AB の座標を求めましょう。で、これどうやるかっていうと、A も B も、その Y イコール X2 乗の関数の上に乗ってますよね。上に乗ってるときは座標を代入して OK です。もうこのルール覚えちゃってください。関数、直線だろうが、曲線だろうが、曲がってようが関係なしに、乗ってれば代入して OK なの。だから、例えば A を求めようと思ったら、y は1って分かってますよね。つまり、この関数の式の y に1を入れていいんです。だからね、a を求めます。ここに1を入れると、ちょっと右辺と左辺逆に書きますね。x2 乗イコール1となります。1を入れると。で、これの解き方は、左辺の2乗を取る代わりに、ここです。2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつけるのがルールです。解き方としては。で、ルート1っていうのは1と同じなので、こうなります。解くと。で、この時にさっきの知識が必要になる。x は今、プラス1とマイナス1っていう2個答えが出てきました。ただし、今、x は正のところ。0以上しか、これ、0より大きい数しか使えないので、マイナス1が使えないんですよ。つまり、a の座標は、x はプラス1の方。1の1と。ただ、ここも1ですね。こう。ちょっとこれ消しとこうか。これで OK。で、B も同じように出すと、B も Y イコール X2 乗の上に乗ってるから、Y イコール16を代入することができます。イコール16。さっきと同じです。左辺の2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつく。ルート16っていうのは4と同じなので、4になります。で、これも B も X は0より大きい数しか答えとして今使えないので、マイナス4は使えない。だから、B は4の16。
ですねと書いておきましょう。これでまず1番が終了となります。で、2番が、X の変域が書いてあって、Y の変域を求めたいという問題ですね。合ってる？ OK。 で、これはですね、まあ、グラフこっちを使わなくても変域の問題なんでね、慣れてる方は別に図を書かなくても大丈夫です。書かなくてもいいんですけど、変域ね、あまり自信がない方はまずこの、段取りを押さえてください。今 y イコール x2 乗なんで、まあ、このグラフ、まあ、本当に書いてあったけどね、こういうグラフを書きますと。そしたら x が、 x の変域がね、マイナス3から2までなんですよ。で、それを x 軸の上でマイナス3と2って場所をまず打ってください。まあ大体でいいです。だけどマイナス3の方が離れてるから、マイナス3と2を打つとき、2の方が右より遠くに打っちゃダメだよ。マイナス3の方が遠くにあるはずだからね。そこだけ意識して。で、そしたら打ち上げ花火をします。こっから打ち上げる、こうやって、で、ぶつけます。もし下に関数があった場合、打ち下げてください。まあ打ち下げ花火なんてないですけど、打ち下げる、ぶつけてください。そしたらですね、シャーペンでその間を濃く塗ります。まだ分かりにくい方は他の部分消しちゃってもいいです。消しゴムでこうやって、そこは任せますけど。で、今これがね、 X の変域が書いてあることによって、この部分しか使っちゃダメですよって意味に変わったんです、グラフが。今この時はね。で、その時 Y の変域を求めなさい。 Y の変域の答えの書き方は絶対にこうなります。中略の範囲で、この二次関数の範囲だったらね、必ずこうなる。で、こことここに数字が入るんですけど、それをどう考えるかっていうとね、今書いたグラフの一番高いところと一番低いところを探すんです。で、高いところどこかっていうと、ここだよね、が一番高い。一番低いのどこって、ここだよね。ここじゃないからね、こっちのは低い、場所としては。じゃあそこの Y 座標を書けばいいんです。で、まず低いところは、これ原点だから0ですよね、当然0で、あとここ、高いところ、ここの Y 座標、いくつかっていうと、もともとは Y イコール X2 乗です。グラフとしては。切っちゃったけど、Y イコール X2 乗に変わりはない。で、ここっていうのは、X がマイナス3なの。さっきと同じです。関数の上に点が乗ってるんだから、代入して OK。つまり、X イコールマイナス3を代入すると、Y イコールマイナス3。カッコつけてね、二乗こうなる。これはマイナス3かけるマイナス3って意味だから9になる。つまりここは9なんです。一番高いところは9、一番低いところは0。だから一番低いところがこっちね。で、一番高いところがこっちって書けば、これが答えになります。これが変域ね。まあ慣れてる方は本当グラフなんて書かなくても構わないんですけど、不安な方はぜひ書いてください。よく出てくるからね、変域はね。定期テストも出てくる。で、ラストボス行きましょう。三角形 ABP、 ちょっと書きましょうか。 ABP なんで、ここか、こうですね。ここの面積が14平方センチメートルの時に、点 P の座標を求めなさいと。ただし座標軸の単位の長さを1センチメートルとします。まあこれはね、答えにちゃんとセンチメートルが必要ですよって話だけど、まあ座標だから関係ないね、今回はね。で、どうするかっていうと、まずですね、座標を求めたいんですよ。 P を求めたい。座標を求めたい時は基本的に X 座標を文字を使って置いてしまいます。どういうことかっていうと、この P の座標を文字を使って置くの。置くときは必ずこっちね、こっちを置いてください。で、まあ何の文字でもいいんですけど、自分 T が好きなんで T でいきましょう。 T です。 T で、そのとき Y 座標どうなるか、あ、ごめん間違ったT を使って普段置くんですけど、ごめんね、今 Y 軸の上に乗ってるから X 座標0なんだよね。ごめんよ、 Y 軸の上に乗ってるから X 座標が0なんで、こっちを T って置きます。今回は失礼しました。だから0の t って置くの。つまり t さえ分かっちゃえば、もし t が5って出てくれば0の5だし、 p の座標がね、っていうふうに求めたいと。で、次はですね、まあ、この14を使っていきたいんですよ。面積当然使うと。
で、その関数で、よく三角形の面積出てきますよね。で、関数で三角形の面積が出せるポイント、出すポイントっていうのは、一辺が軸に乗ってないと無理なんですよ。無理って言い方あれだけど、きつくなっちゃう、勝負が。自分、よくこういうね、三角形、浮いてる三角形って言っちゃうんだけど、一辺がどこにも軸になってないの。例えば、軸に乗ってる、こういう三角形、ここが一辺、軸に乗ってればここが、ここを底辺にして、ここを高さにしてっていけるから勝負がしやすいんだけど、全部乗ってないんで、これは、このままといけないと。じゃあ、補助線とか自分で引いて、なんとかして、面積の出しやすい三角形に変えていきたいのね。で、実際これ解き方は何パターンかあるんですけど、僕は自分がやったやつをちょっと紹介します。で、自分がやった方法は、ここを伸ばしました。こうやって。なんで伸ばしたかっていうと、これ AB の直線求められるんだよね。11416って分かってるから。ちょっとまあそれって出していきましょう。で、自分はよくこの2点、A と B っていう2つの点が分かってたら、その Y イコール、AX プラス B っていう、まあ、直線はね、Y イコール AX プラス B なんで、これに11を代入したものと、4の16を代入したもので連立やりなってよく言っちゃうんですよ。で、これが数学が苦手な方はそれに統一してしまった方がいいです。いいんですけど、まあよくね、コメント欄に書かれるので、あの方がちょっと違うやり方でいきます。こっちの方が楽っちゃ楽なんだけどね。で、どうやるかっていうと、今、11と416じゃないですか。傾き先に求めます。で、どう求めるかっていうと、どっちからどっち引いても構わないんですが、例えば、B から A を引くって決めますよね。X 座標を見てください。4から1引いてるんで3です。いい ?4 から1を引いた3分の16から1を引いた15。これ5になりますよね。で、これ傾きなんですよ、実は。そう。だから Y イコール 5X までわかるです。すぐに。で、プラス B ってなります。B はまだわかってないからね。で、その後に、どっちの座標でも構わないんで代入するんです。まあ今、11のが楽なんで、Y に1、X に1入れると 5×1 で5、プラス B ってなるんで、B イコールマイナス4ってすぐ出ます。だから、この直線、下、あ、ギア入ってた。直線の式は、y イコール 5x マイナス4って分かるんです。でも連立やっても構わないからね。慣れてたらこっちの方が早いんだけど、絶対に。あ、どっちでもいい。で、これによって、ここの座標が0のマイナス4ってことがすぐ分かります。なぜなら、切片がマイナス4だから。直線の式の B の部分が、Y 軸とぶつかる切片の座標と一致しますよね。こことここは同じになるから。で、あ、それすぐ出せるなと思って一応出したんですよ。で、出したら、今、ここが14って行きたいんですね。で、この浮いちゃってる三角形って、ここに補助線引いたからさ、この赤の三角形、赤ね。こいつ、ここ一辺が軸に乗ったことによって出せるんですよ。そいつから、この青の三角形、これも軸乗ってるからね。青を引けば、ここ残るよね。赤から青を引いたものが14ってなるじゃないですか。あ、これでいけんじゃねえかなって思ってたんです、自分は。で、やってみたらできたんで、まあ、それでやったんですけど。で、どうやるかっていうと、まあ、一番のポイントはここです。ここ。底辺だよね。軸に乗ってる底辺を両方使うから、ここをちゃんと置けるか。で、今、上は t なんですよ。この座標 t。で、こっちマイナス4なんですよ。で、この、座標、文字が入った時の、扱い方なんですが、まっすぐ、y 軸の上に乗ってる場合は、上の y 座標から下の y 座標を引いてください。上から下を引くの。つまり、t からマイナス4を引く。まあ、ちゃんと書くと t 引くマイナス4だから、t プラス4になるの。これが、ここの長さです。今。底辺ね。つまり、赤の三角形。赤だから、三角形。ここじゃあ c とかって置いとこうか。c ないよね。cpb。まあ、bpc でいいか。もう何でもいいわ。pbc にしとこう。これね。pbc、赤の三角形。は、底辺が t プラス4。カッコつけときましょう。底辺、かける、こいつの高さはここね。三角形で考えたら、底辺かける高さだから。ここの長さっていうのは、B の座標は4の16だから、4だよ、ここは。4ね。
つまり高さ4の、三角形だからね、忘れずかける2分の1。すると、まあ、ここ2で約分して、2になって2を配るから、2t プラス8とこうなります。じゃあ、青は青にしときましょう。PAC にしようか。PAC ね。で、こいつも青の方も底辺は同じく t プラス4です。t プラス4かける高さどこかっていうと、高さはここです。ここ。つまり A の、まあ、A1、まあ、両方1だけどね。1ですね。1、1だから1。高さが。で、忘れず三角形だから2分の1かけましょう。で、これまあ一応配っておくか。2分の 1t。まあ、2分の t。まあいいか。プラス2。結局2分の1なんで、2分の1を t とプラス4に配るとこうなります。つまり赤い三角形も青の三角形も t を使ってね、置くことができました。で、さっきの話に戻ると、赤の三角形から青の三角形を引いたものが14なのね。つまり、2t プラス8から、2分の 1t プラス2。ちょっとごちゃごちゃしてもね、ちょっとこう消しちゃおうか。ちょ、関数だからいいね。引いたものが14ですよ、と。いや、青の、お前、赤の三角形から青の三角形引いたものが14。これは普通に解けます。これ配って、マイナス2分の 1t。2t と2分の 1t を引けば、2分の 3t です。こいつが2分の 4t だからね。で、8引く2になって6でしょ。向こうに持っていけば、14引く、6で8か。こうなります。で、両辺。3分の2をかければ、t イコール3分の16と出てきました。ね、3分の16。で、この t 何かっていうと、p の y 座標。つまり、ここが、3分の16でしたと。今何求めたかったんですかって、p の座標が求めたかったから、もろにこれですよね。つまり、答えは、p は、0の3分の16と。いいかな？これで終了となります。もし、その答えのね、と、3番の問いが、点 P の座標ではなくて、点 P の Y 座標を求めなさいと、もし書かれていたら、3分の16だけを書きます。気をつけてね、ここまで出したのに答え方でミスなんて本当にもったいないから。つまりそこはちょっと気をつけてほしいんですが、まあ、解き方としては、最初にも、あと途中にも言ったように、解き方ちょっと違うパターンもあるんですけど、一応今回はね、三角形の面積に着目して、大きいのから小さいのを引くというやり方でやらせていただきました。まあ、違うやり方でもいいからね。答えたどり着いてれば。いいかな？では、今回は高校受験対策の関数シリーズ第36弾をお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。